ジェネシスは同社初の EV 専用モデルである GV60 の欧州価格を発表。最高出力 480PS 超の上級者です。高級志向の小型クロスオーバー。ジェネシスは欧州向けの新型電動クロスオーバー GV60 の価格と仕様を発表した。同社初の EV 専用モデルである。価格は 12.3インチのインフォテインメントシステム、スマートフォンのワイヤレス充電、および多数の安全システムを標準装備したエントリーモデルのプレミアムで4万7 0 0ポンド、約760万円からとなっている。73kWh のバッテリーと最高出力 228PS の電気モーターで降臨を駆動し、 航続距離は 516km と謳われている。中間モデルのスポーツはフロントアクスルに 100PS の電気モーターを追加した四輪駆動となっており、創出力は 318km に達する、航続距離は 470km。最上位モデルのスポーツプラスは、 創出力を 489PS にまで高めた四輪駆動のパフォーマンス仕様だ。航続距離は4 6 5トルとされる。ジェネシスによると、3モデルとも同じ7 3アワーのバッテリーを標準装備し、3 5 0ットの急速充電器を使えば、わずか18分で10から80%まで充電できるという。 欧州ラインナップ拡大続く。オプションとして、コンフォートシート、ナッパレザー、バングオルフ線のプレミアムオーディオシステム。外部給電を可能にするアウトドアパックなどが設定される予定だ。また、デジタルサイドミラーやパノラミックサンルーフも選択できる。ボディカラーは14色を用意。英国では6月6日に発売される予定で、 現在予約注文が始まっている。GV60 は、ヒョンデグループ最新の E-GMP プラットフォームを採用している。このプラットフォームを使用するのは、昨年発売されたヒョンデアイオニックごとキ i EV6 に続き、3番目となる。GV60 の導入により、ジェネシスが欧州で販売するモデルは6車種に拡大された。今後、 高級セダンの G80 と SUV の GV70 の EV バージョンがこれに続く予定だ。ジェネシスは2025年から EV のみを発売し、2030年にアイス車の販売を終了すると発表している。